はい、皆さんどうも、ヤソでございます。今回レビューするアイテムは、よいしょ。はい、今回はですね、リメールの新作アイテム、ルーズアンベーシックロゴオーバースウェットをレビューしていきたいなと思います。まあ、カジュアルトレンドがですね、真っ只中ということで、リメールからもですね、カジュアルなスウェットが今回リリースされました。で、このアイテムなんですけど、今回リリースされた新作アイテムの中で唯一品薄になってきているアイテムなんですよね。まあ、商品サイトを見ると L サイズが全て完売しております。そうですね、リメールの世界観を出したカジュアルアイテムって感じで、まあ、結構気になっている方も多いのかなっていうのが僕の印象ですね。おそらく M サイズ、S サイズも売り切れになっていく可能性があると思いますので、購入を迷われている方に今回しっかりレビューをして分かりやすい動画を作っていこうと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行きましょう。はい、というわけでですね、今回レビューするのはリメールから販売されましたルーズアンベーシックロゴオーバースウェットでございます。価格が6930円、サイズが S から L の3サイズ、カラー展開がグレーとブラックの2色展開となっております。で、僕はですね、今回グレーの L サイズを購入させていただきました。それではですね、ちょっと早速こちらのアイテムを着ていきたいなと思います。はい、というわけで着てみました。いかがでしょう。まあ、僕が着るとね、なんかいつもと印象が結構変わるのかなと思います。いつもタートルとかシャツとか結構綺麗めなアイテムを着ているので、まあ、この1枚を着るだけでだいぶカジュアルな印象になっているのではないでしょうか。なので、カジュアルアイテムとしてのポテンシャルはかなり高いのかなと思います。はい、というわけでまずは生地から見ていきたいなと思います。まあ、素材はコットンということで王道の素材が使われていまして、触り心地はですね、まあ、特に変な違和感とかはなくて、まあ、若干硬めな気はしますが、まあ、一般的なスウェットっていう感じですね。で、色味なんですけど、色味はやや明るめのグレーになっています。なのでブラックとかと比べるとこっちの方がカジュアルかもしれないですね。はい、近くで見るとこんな感じの色味になっています。こう網目もなんとなくわかるかなと思います。まあ、濃い部分もあったりするので模様とまでは言えないんですけど、ちょっとまばらな色味になっていますね。で、生地の厚さなんですけど、まあ、やや薄めかなっていう感じの厚さになっていますね。やっぱり春物のスウェットということなので、この季節にこれを1枚でいるとさすがに寒いかなっていうぐらいの厚みになっています。はい、なので今めちゃくちゃ僕は寒いです。さて、次はデザインを見ていきたいなと思います。まずはシルエットですね。見てわかると思うんですけれども、まあ、結構ルーズなシルエットになっています。こちらドロップショルダーががっつり入っているので、肩周りはかなり丸みを帯びていて、結構ゆったりとルーズなシルエットになっています。丈もやや長めで、181センチの僕でも太ももの付け根ぐらい、付け根よりちょっと下ぐらいの丈感になっています。そしてポイントとなるのがこちらのロゴですね。はい、ちょっと近くで見ていただきたいんですけれども、このロゴがあるかないかでアイテムの印象は大きく変わると思いますので、このアイテムの特徴としてはかなり大きなポイントになるのかなと思います。はい、まあ、僕の個人的な感想としてはブランド名じゃなくてよかったなと思っております。まあ、別に嫌いとかじゃなくて、なんかこのブランドですよっていう強調する感じは僕はあんま好きじゃないので、こういうね、どこのブランドかわからないっていう感じのロゴの方が僕は好きです。そしてこちらのロゴ、刺繍ロゴになっているというのもポイントですね。まあ、プリントだと使っていくうちに剥げてしまう可能性もありますし、まあ、こういう刺繍の方が作り込まれている感もありますので、ユーザーとしては嬉しいポイントかなと思います。はい、というわけで次はこちらのアイテムを使っていくつかコーディネートを組んでいきたいなと思います。はい、というわけで1コーデ目はこちらになります。いかがでしょう。休日の大学生っていうイメージで組ませていただきました。まあ、今回グレーなんですけれども、やっぱ黒系のアイテムとの相性は非常にいいので、ちょっとね、スラックスパンツと合わせてちょっと太めのアイラインシルエットにしております。やっぱりスウェットはこうやってゆったり着るのが一番いいのかなと思いますので、まあ僕もあんまりこういうコーデはしないんですけれども、はい、よかったら参考にしていただければと思います。次行きましょう。はい、続いてはこちらのコーデになります。いかがでしょう。タートルネックニットをね、ちょっと合わせてみました。で、パンツはちょっとデニムにして、
で、足元なんですけど、足元はちょっとローファーを取り入れてみました。うん。全体的にはだいぶダボっとしたカジュアルなシルエットになっているので、まぁ、ちょっとまとめられないかなと思って、足元はローファーにしております。まぁ、全然スニーカーでもいいと思うんですけど、これは、はい、ちょっと僕なりのこだわりというか、あんまりカジュアルすぎないようにしたいなっていう、ちょっと思いで、はい、ローファーを入れております。まあやっぱりこの季節に着るのであれば、こうやってですね、インナーにタートルネックニットを合わせて着て、ある程度下に着込んでいく形がいいのかなと思います。まあ結構ゆとりのあるスウェットなので、まあ下にですね、まあ3枚ぐらいだったらまあ着てもいいかなっていうぐらいのゆとりはあります。まあタートルネックと合わせてもやっぱりだいぶカジュアルに見えますね。まあこれはこれでなんかトレンドっぽくていいのかなと思います。はい、というわけでですね、次はパンツをですね、ちょっとカーゴパンツに変えてみました。いかがでしょう。まあやっぱりこうやってカーゴパンツとの相性もですね、かなりいいのかなと思います。で、こちらのスウェット結構明るめのグレーなので、まあこのようにですね、ちょっと暗めのアイテムとの組み合わせが結構いいのかなと思います。まあ暗い色のアイテムと合わせると、このトップスがかなり映える感じになるので、はい、色の組み合わせとしてもいいのかなと思います。シルエットもね、だいぶカジュアルな感じではあるんですけど、なんかトレンドスタイルっていう感じでいい感じなのではないでしょうか。ちょっと僕の好きなダウンとも合わせてみたいなと思います。はい、ちょっとダウンと合わせてみました。いかがでしょう。まあこのスタイルだったらね、もう全然今の季節でもいけるんじゃないのかなと思います。うん、やっぱスウェットとダウンの相性っていうのはかなりいいですね。で、さらに、まあブラックとグレーなので、うん。この色合いの相性もいいのかなと思います。まあ僕、あんまりこういうスタイルはしないんですけど、トレンドを意識するってなると、全然こういうスタイルもありなのかなっていう気はしております。はい、では続いてのコーデはこちらになります。いかがでしょう。細身のフレアパンツと合わせてみて、なんかスポーティーな感じのカジュアルコーデにしております。まあそうですね。がっつり V ラインのシルエットっていう感じで、このコーデも結構いいのかなと思います。僕的にはこういうスタイリングの方が、まあ好きではありますね。はい。あんまり全体的にダボった感じは、僕的にはあまり好みはしないので、こういうパンツかトップスかどちらかちょっとキュッと引き締まった感じがあるといいのかなと思っております。まあ全然好みは自由なので、はい。まあ今回のコーデでちょっとでも参考になっていただければなと思っております。はい。というわけで今回はリメールの新作スウェットをレビューさせていただきました。僕の感想としてはですね、非常に使いやすいアイテムだったかなと思います。まあ、僕基本的にこういうカジュアルなアイテムを取り扱うことがほとんどないので、購入するときは結構不安ではあったんですけれども、いざ着てみるとですね、着心地もそんなに悪くもないですし、かなり着回しがしやすいので、ロゴスウェットも悪くないなと思えるアイテムでございました。まあ、このアイテム結構リメールのファンは喜ぶのかなと思います。気になる方はぜひチェックしてみてください。というわけで今回の動画は以上とさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。こちらの動画面白いなと思ってくださいましたらね、ぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。年内に1万人を目指しておりますので、ぜひとも応援のほどよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。では。